はい、こんにちは。今日はですね、プロクリエイトの初心者さんに向けて、使い始めにやっといてほしいプロクリエイトの環境設定っていうのを紹介していきます。でこれさえ設定すればですね、もうすぐにでもデジタルアートとかこう iPad でイラストを描くっていうのができるようになると思うので、趣味で絵を描きたい人もそうですけど、あとはデザイナーさんとかですね、仕事でこうサクッとラフスケッチをその場で描くっていうのものにも使えると思うので、ぜひ参考にしてみてください。で私2年前ぐらいからプロクリエイトを使ってるんですけど、本当にこれ使い出して世界変わったので、ぜひぜひね、同業の人に使ってほしいなと思いながらこの動画を作っています。で今日はですね、このアフロの女の子の絵を描きながら、その環境設定の解説をしていきます。で環境設定なんですけど、左上のこのマークのところに環境設定っていう項目があるので、ここから設定していきます。で上から順番に説明していくとですね、一番上が明るいインターフェースっていうのがあります。でこれ明るいインターフェースっていうのは、オンにしてもらうとバックがこんな風に白になります。私黒が好きなのでこれはオフにしてます。で右利きインターフェースはこれオンにするとこのバーが右に寄ります。でオフにすると左側で、これ何かっていうと、例えばですね、ブラシの太さと不透明度を変えれます。上がブラシの太さで下が不透明度、ここで変えながら絵を描いていきます。でこれをオンにすると右側に来る、オフにすると左側に来るんですけど、私は左側が慣れているのでこのままオフのままにしています。で次ブラシのカーソル、これ今オンにしてるんですけど、オフにして一回ちょっとブラシでですね、色を塗ってみたいと思います。分かりやすいブラシをちょっと取ってもらって、こんな感じで普通に塗れるんですよね。でこれをオンにするとどうなるかっていうと、塗ろうとするときに、ブラシの形、今どれくらいの太さで描こうとしてるよっていうのがこう半透明になって見えるんですよね。でこれがブラシのカーソルになります。でこれ結構便利なのでオンにしておいた方がいいなと思います。で次いきます。プロジェクトのキャンバスっていうのがあるんですけど、これはエアプレイとかディスプレイつなげる時の設定なのでこれはオフにしています。で次スピード取り消しの遅延は 0.65 秒、で選択部分のマスクの不透明度は 25% にしてます。でその下、他社製のスタイライスを接続っていうのはワコムのペンとか使う時の項目になります。で筆圧曲線の編集、筆圧をどれくらい感度を高めるかっていうのはここのトーンカーブで変更することもできます。でジェスチャーコントロールっていうのが一番下にあるんですけど、ここからですね、いろいろ設定ができるので今日はここがメインになります。で上から順に私が設定しているところだけ説明していくんですけど、まず一番上のぼかしは何も設定してないです。で消しゴムもアシスト付き描画も何も設定してなくて全部オフになってます。でスポイトが一番上の四角をタップっていうところをオンにしています。でここをオンにするとですね、一回戻って、キャンバスに色をこうやって塗りますと。で左の中央にあるこの四角のマーク、ここを押すとスポイトにアクセスできるようになります。でこんな風に色を取ってもらって、そうするとブラシの色が変わります。でスポイトはすごいよく使うので、これは設定しておいた方がいいと思います。はい、で次クイックシェイプっていう項目ですね。これは一番下の描画して押さえたままにするっていうところをオンにしています。でこれも説明していきます。クイックシェイプっていうのは三角とか四角とか丸とかを描いた時に、綺麗な楕円形とか、正方形長方形を作ってくれるような項目になります。例えばこんな風に適当に丸を描いても、押さえたままにするっていう項目をさっきオンにしてるので、これで綺麗なシームレスな、オブジェクトを作ることができます。で次クイックシェイプですね。クイックシェイプも一番下のタッチして押さえたままにするっていうところをオンにしてます。でクイックシェイプは何かっていうと、自分がよく使う機能にすぐアクセスできるようなボタンになります。
で、私はこれを全部ブラシに設定してます。全部じゃないんですけど、ほとんどブラシ、よく使うブラシにすぐアクセスできるようにしてます。で、どうやって設定するかっていうと、まずクイックメニューを長押しで表示させたら、変更したいボタン、ここをまた長押しします。そうするとですね、どれに変更しますかっていう項目が現れるので、ここでお好みの機能を選択するだけです。まあ、今私は全部ブラシにしてるんですけど、ここスポイトだったりとかぼかしツールとかをよく使うのであれば、ここに設定してもいいですね。で、私が設定している項目なんですけど、まず1つ目、鉛筆ブラシ 6B です。で、2個目が、塗り絵ブラシ、塗り絵をするときに使うブラシです。で、3個目がですね、ライナーペンシルって言って、これ自分でちょっとカスタマイズしたブラシになるんですけど、まあそうですね、スタジオペンとかと似てます。綺麗なラインを引いて、アウトラインを取りたいときによく使ってます。で、最後ソフトブラシ、これはですね、ぼかし、ちょっとぼけたブラシになるんですけど、背景の色塗ったりとかするときによく使ってます。で、右2つはコピーとペーストに割り当ててます。コピー&ペーストも結構よく使うので、ここからアクセスできるようにしてます。で、次なんですけど、フルスクリーンですね。フルスクリーンは4本指でタップをオンにしてます。まあ、画面の適当なところを4本指でタップすると周りがなくなって、1万円になります。で、もう一回4本指でタップすると戻ります。はい。で、次がレイヤーの削除。レイヤーの削除は何も割り当ててないです。で、次ですね、コピー&ペーストです。コピー&ペーストは3本指でスワイプをオンにしてます。さっきクイックメニューのところにもコピー&ペースト割り当ててるんですけど、3本指で下にスワイプしてもコピー&ペーストできるようにしてます。で、例えばですね、ちょっと絵を描きます。ハートを描いてみます。で、このレイヤーを複製したいとき、コピー&ペーストしたいときは3本指で上から下にシュッとしてもらうと、このような項目出てくるんで、まあ、ここでコピーをしたりペーストをしたりできます。で、コピーをしたので今コピーされて、もう一回やります。で、ペーストすると現れます。で、違うレイヤーとしてここに追加されてますね。で、次の設定で最後ですね、レイヤーの選択っていうのは何も割り当ててなくて、一番下、一般のところ、ここはですね、ピンチでズームして回転っていうところだけをオンにしてます。上のところ、タッチ無効化にすればオフですね。と、2個目のところをオンにしてます。で、これ何かっていうと、まあ、画面をこうやってくる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 回しながら絵を描きたいときに、これを有効にするか無効にするかっていうところです。で、オフにしてるとこの白いキャンバスが動かずに固定されます。はい。で、これがざっくり私の環境設定の中身になります。でですね、さっきのアフロの絵なんですけど、これはクイックメニューに設定している4つのブラシ、これだけでほとんど完成しているので、ちょっとそれの工程をですね、ざっくりお見せしたいと思います。で、最初描くこういう下書きの絵は鉛筆 6B っていうので描いています。本当によく使います。で、たくさん線をこうシャシャって描いたりする時にも使うし、ペンを寝かして描いた時もかなりラフないい質感を出してくれるので、鉛筆 6B はおすすめです。で、この鉛筆 6B で下書きを描いたら、太め度ここ下げて、その上にアウトラインで本書きをしていきます。で、その時に使うのがラインペンシルですね。スタジオペンとかブラシペンとかいうブラシでこういう風に書いてます。で、アウトライン書けたらこんな感じになりますね。で、次はですね、肌の色を塗っていくんですけど、その時は塗り絵ブラシっていうのを使ってます。塗り絵ブラシは硬すぎず柔らかすぎずちょうどいい、本当にベタ塗りする時に最適なブラシです。まあ、こんな感じで塗っていって、ざっくりざっくり塗っていって、できた絵がこんな感じになります。で、肌の色が塗れたら、次シャドウとかハイライトを塗っていくんですけど、その時に使うのはソフトブラシっていうこのブラシを使います。で、ソフトブラシはかなり周りがこうボケたような
あのブラシで周りの色とこう馴染んでくれますね。でシャドウの部分全部塗れた絵がこれですね。でその上にさらにソフトブラシでハイライトをつけるとこういう感じでかなり立体感のある絵になります。で他の色のレイヤーもオンにしていくとこういった感じになってですね、ほとんどあの塗り絵ブラシかソフトブラシで塗ってます。で頭の部分ですね、ここはですねソフトブラシでベースのカラーを塗って、その後鉛筆ブラシとか、まあ、他にもちょっとブラシは使ったんですけど、まあ、いろんな色を重ねながら塗っています。でこれベースカラーが黄色 でその上に、まあ、こういうオレンジのをのせたり紫をのせたりっていう感じで描いています。でソフトブラシでざっくり髪の毛の色のベースカラーを塗れたらですね、この髪の毛の質感のくるくるした表情っていうのは、鉛筆の 6B で描きました。細めの鉛筆でいろんなカラーを使いながらですね、くる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 描いていくとだんだん立体感が出てくるんですね。こんな感じで。で上の方のレイヤー、上の方の明るいレイヤーは描画モードを追加とかスクリーンっていうのにしてます。でここをですねいろいろ変えてもらうとまた表現変わるんで、いろいろ試してみてください。結構面白いです。でこのアフロの絵を描いた3分早送り動画もあの概要欄のところに載せてるので、よかったらそれで一覧のプロセスも見れるので見てみてください。はい、ということで今日は以上になります。今日はですね環境設定のやり方を紹介してきたんですけど、まあ、これやることで本当にスピーディーに絵を描けるようになるので、特にクイックメニューですね、クイックメニューのやり方はしっかり覚えてお絵かきしていただければいいかなと思います。はい、では最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバイ。